と、レトロゲームチャンネルです。で、今日も学科教習ですお疲れね。様でした。はい、いよいよ効果緑。測定試験ですね。あ、ワクワクしますね。試験か。頑張ってください。どうしようか、これ取っ、まあ一応取っとくか。50問あり、約15分ほど時間があると。1問につき2点で合格点90点。車を貸した×。適用する。で、ああ、右に補修しないことが大事です。その場で、信号機の直前です。まあ、警察官の手信号が優先なんで、×。警察官に従うと。右側にはみ出して追い越し禁止じゃなかった。細かいことは覚えてないけど。なんだっけな、わかんないな。確か×だよね。で、丸。一時停止しなきゃいけないから、×だったような気がする。2車線通行するんじゃなかった？どの通行だよっていうのがちょっと間違ってる気がする。これは丸だね。これも丸。で、丸。これも丸。横断歩道。徐行した方がいいんだっけ？×だったかな？これわかんない。これ間違ってるかもしれない。クラッチペダル深く踏み込んだだから、深く踏み込まなきゃいけない。踏み込んだ位置に調整しなきゃいけない。これバックで、前から入れない方がいい。バックで入れた方がいい。0.3 だっけ？丸か。これを丸でしょ？ダメだね。大体ダメだよね。あと交差点なん付近とかね、大体ダメなこともあるんだけど、なんか優先道路を走ってるときはなんか交差点を追い越してもいいとか、そんな問題ありましたけどね。で、丸。これは大型免許はトラックとかですね。大型特殊自動車は、まあ、なんだっけ、クレーンとかああいうのだよね。バツか。無免許運転にならない×だよね。まあ、しかるべき手続きを取ってからね、運転した方がいいですね。×でしょ。まあ、同乗者に義務があるって言ってもね、実際どうしていいか分かんないっていうところもありますよね。×なんで、まあ、鍵は持ってないでそのまんま避難するみたいですね。R。でも、まあ、ちゃんと駐車場借りなさいってことでしょ。これ、タイヤの点検ポイントは空気圧。これ、どうだったっけな。これ、わかんねえ。空気圧だけじゃないんじゃないの？丸。1.5 じゃダメ。3.5 でしたよね、確か。これ丸だね。駐車できる、停車できるが駐車できないと。
小さな子供は後ろの座席に乗せるんで×。近隣距離は70-150キロ以下は不要。少々レク。これもあれだね。これは30キロじゃなかった？これもある。あ、間違えた。あ、いいのかな。これもあるでしょ。あれさっきと同じ問題だった気がする。もある。高速道路は一時停止はしちゃいけないよね。加速して合流ですよね。まあ加速というかまあ流れに沿って合流。まあある。まあある。まあある。もう色を識別できるのは35度で丸。最近やったんですよ。エンジンブレーキは積極的に使うのでバツ。まあ、急ブレーキっていうのが間違いですね。これはまあやむなくの最終手段です。2問ぐらい間違ったな。96点じゃない。あ、98点1問か。じゃあ最後は緑川さんの言葉を聞いて終わりにしま、したいと思います。すごい。まあこれだけですね。まあといったところで、まあこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。